やっぱり地元っていうのもあるんですけど、うん、でも岸田の表情に注目したいですね。チャンピオンの表情、いい顔になってきましたよ、うん、4月の両国3度目の防衛を果たしたチャンピオンに対しライガーはリングに上がりました。今の自分がこのチャンピオンにどこまで通用するか。ライガーはこの岸田に対してもう十分に認めてすげえ強いとまで話しました。その岸田に向かっていくライガーの姿、レスラーなら強い相手と戦いたい、それが本能だ、ライガーはそう話します。さあライガーが血を決める、腕を取る、こういうじっくりしたグラウンドの、ね、展開から始まるっていうのもなんかタイトルマッチっていう感じがね、僕はすっげーキャリアで積み重ねたあらゆるグラウンドテクニックを駆使していきますね。何気なくやってますけどね、本当に引き出しの多い、いろんな今までの経験の中からね、出てきた技をどん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 惜しみなく出していってますよ。そして手拍子が起こる、ファンは待っています。何人もの、いや何百人ものレスラーを釣り上げてきた。ロメロスペシャル決める、これが歴史を築いてきたライガーのロメロスペシャル。ライガー選手は何回も、はい、そこでやっぱりこうグラウンドのレスリングをずっとこうじっくりやった時にお客さんから This is wrestling ball をね、 This is wrestling が来たんですよ。うん、それはキャラメーチューズの試合展開とかどっちも思ってますよね。しばらく、はい、この方法でも爆発する、それがライガーですね。やっぱり世界のレジェンドですからね、彼はね。アッパントロ深いしていった岸田、そして膝にいった、世界のどんなテレビに行ってもですねトップの選手なんですよね今。そしてライガーの左腕蹴り上げていきました、強烈。岸田は試合前に話しました、ライガーには生涯現役でいてほしい、それでも今日はライガーの腕を折る覚悟で臨んでいきます。仕掛けが早いですね、いつもあそこから側転に行ってね、うん、キックを打ったりするんですけど、いきなり腕行きました。もう徹底した、さんこの腕攻めなわけですね、踏み潰していく、かなり仕掛けが早いと思いますよ。山崎さん、はい、岸田のそのこの試合にかける思いというのが伝わってますね。そうですね、やっぱりまあ、今日もタイトルマッチですけれども、他のタイトルマッチとはね全然意味が違うと思うんですね、はい、もうライガーと戦う、そしてこのライガーから勝たなければ、うん、このジュニアの未来もないというね気持ちで戦っている、もうそういうね、表情してきた時からそういう顔つきしてましたよ。田内さん、この岸田の表情に注目という中で、はい、この試合の意味というのはどうですか。そうですね、どんな思いで戦ってるんだろうってね、ついつい思ってしまいますけど、はい、腕を締めていきます。やっぱこうジュニアにも世代交代っていうのは、もうライガー選手も少し引いてはいるんですけど、存在がでかすぎるんですよ、こう影響力、世界行ったらもう世界の中心って言われるし、それをどうこう記者の色に変えていくかっていう、すごいなんだろう、でかいところというか、岸田自身も話していました、ライガーは新日ジュニアそのものなんです。本当に今着地でちょっと膝が膝を狙っていった。ライガーの勝利へ向けて非常なまでの攻撃、見逃しませんでした、すぐに膝に行きました。いや、このシリーズ通して柴田さん、はい、ライガーはこの岸田の足、そして岸田はライガーの腕と徹底して痛めつけていきますので、自宅の料理が出るあーいって鉄柵に出た、サポーターの人にテープしてますからね、両腕ね、はいはい、これがまた一つライガーの覚悟の表れでもあるんです。そうなんですよね、やっぱクリーンにグラウンドで展開するかと思ったらいきなりラフに走ると思うんですよ、これはね、こちらも読み切れないですね。鉄柱の悲鳴が聞こえてきた、これ膝殺しのパターンはね、いくらでもありますよね、ライガー前哨戦で戦っていく中でも結構岸田が片足踏んで膝を痛めるみたいな光景はね結構見てたんですよね。ライガーのそのマスクの中の表情は伺えませんが、危ない危ない、いつもに増しての怖い怖いライガーがここにいます。あー垂直落下、コンクリートの床に打ち付ける垂直落下のブレーンバスター、あ
さに鬼のライガーですね。ひどいことしました。中心サンダーライガーが鬼になった。ベルトを取るためには鬼にでもなる。こういう時のライガーすげー怖いですよ。怖いライガーというのが目の当たりにしてた、ね、はい、僕何回もライガーさんに怒られてたんで、もう本当に今でもビクビクしますけど、このライガーがリング上で見せるまたこの怖さ、将来関係を埋めてます。ビクシン、ビクシン、セブンティーン、チャンピオン、クシネが苦しんでいる。おっと、崩れた、崩れた、変わりました。IWGP ジュニア王者櫛田、対する重心サンダーライガーは11個のベルトを体感しています。翔平いった、ライガーの左腕、この櫛田の腕を越えていきました。持ち上げる、叩きつける、ライガーはこれは天下と見せつける。ライガーの技、これちょっと試合ペースをつかみ返すのは難しいですよね。一気にライガーペースになってますか。痛いですよね。そしてライガーがトップロープに一度座らせた。どうする、ここからどうする。岸田は丸め返した、岸田が返した、カウント2。山崎さん、はい、相当なダメージですが岸田も返してきました。必死ですよね。もう相当追い込まれてますよ岸田はね。後ろ回転打つかないかもしれないですね。岸田も徹底して腕を攻めていきます。そうか、その手が、そうか、ちょっと腕最初行ったじゃないですか、はい、そこでダメージをイーブに持っていけるという、そのダメージの蓄積になっていくわけですね、はい、このスプリングからのエルゴ、そしてそのままトビームウザルト、スピード、そして躍動する岸田、それで返していきます。そういったダメージの蓄積、岸田の膝を蹴られてますし、はいそうですね、はい、そこがポイントになってきます、ね、そうですね。ただ山崎さん、ライガーが話していました。俺には経験、いろんな勝利の方程式があるんだ。ここも膝で返していく、そしてすぐ腕を取りに行きましたよ。腕を取りに行った、人的腕を決めていきます。あらゆる勝利への選択肢を見せてくる重心サンダーライガー。今のね、レベルの中だと本当に全く無駄がないですもんね。そしてスタイルを変えて、体型を変えてでも徹底して腕を攻め、離していきません。どこ攻められるか怖いですよ ね。ライガーに狙えるかも。あでも岸田が腕を取り返すか、景色十字に行こうというところ、クラッチを取った、動いた、肘が伸びる、ライガー腕を伸ばす、腕をへし折る角度だと話した岸田。ライガーにはまだまだ現役でいてほしい。それでも、それでも今日勝つためには腕を伸ばす角度なんです。これはすごい、ライガーへのリスペクト、ポジションもいいですね。それを抑えて勝利のために腕を伸ばす。リングの真ん中、ライガーがなんとか体を反転させて、これはね、ライガーも本気で取りに行ってますし、本当に志田もね、本気で解釈する気になってますよ。ライガー最終章を歌う中、最終章を歌う人間にベルトを渡すわけにはいかない。生涯現役でいてほしいと言いながら、それでも岸田は勝利へ向けての思いをこの腕攻めに見せます。岸田君、やっぱりスタミナは我々の総合力ですね。あ、今度は腕やり返していったライガー、ライガー、ライガーもダメージ、ライガーのスタミナがすごい。はい、超えた櫛田です。第73代王者の櫛田、ライガーが初体感の時は第9代王者でした。今からそれは27年前、ずっとこの一戦で走り続けてきたライガー、今その櫛田飛び返る、膝へのドロップキック、低空でいきます、的確にいきます、
そして足を取ってドラゴンスクリュー、まだそして足は離さない、膝数字がダメ、小田さん、ライガーのドラゴンスクリューですよ。そのドラゴンスクリューを使って小田さんからもうまいという言葉だ。すごいです、回転が小さいんですよね。なるほど、その分速いです、そして膝を離さない、ここも行く、そのホールド、離さない、その膝を離さない、そして足組みを決めていく、はい、つくばって品がロープになっては届かせない、とんでもない角度が上がってますよ、足組みやばいですね、これライガーも岸田の足ボール覚悟です。再びベルトに手をかけました、ライガーの首元をつかむ、2人がリング上言葉を交わしていった、やってみよう、そして岸田は鬼気迫る表情、憧れ尊敬全ての思いを抑えてライガーのリングサイドに差取れない、ちょっと岸田の足ですかね、これ岸田のね、そのミサートレーナーを今蹴り飛ばしていったライガーです。いやこれ完全に田内さん、ライガー、鬼のライガー、トレーナーにも打撃を加えていった、そしてその静止を振り切って膝攻撃、浴びせ蹴り、ライガーが大一番で見せる浴びせ蹴り、ただナックルパーっていった岸田、そしてその拳を握った、追えた岸田、岸田に行く、そして空中で締め落とし、ライガーが行った、本当にあらゆる技の入り方、勝利の決め方がありますね、ライガーさん、CTU 時代にあれはすごく僕用でフィニッシュに持ってきてたので、はい、危なかったですね。レジェンド、ベテランと呼ばれようが、ベルトに対する気持ちは変わらないんだ、若手もベテランも関係ないんだ、そう話すライガーです。ライガーコールが沸き起こる中で先に立ち上がったのは岸田です。さあ、ライガーを狙う、攻撃、勝利へ向けてライガー越えをつけて、ライガーからの勝利のために容赦ない攻撃です。昇天、あー、痛む腕で立ち上げた昇天、完封、山崎さん、ライガーも一歩も引きません、ライガー熱いですよ、はい、さあリングのど真ん中でライガーが勝利へ、岸田の表情に注目したいですね。チャンピオンの表情来ましたよ、最後、本当に4月の両国、3度目の防衛を果たしたチャンピオンに対し、ライガーはリングに上がりました。今の自分がこのチャンピオンにどこまで通用するか、ライガーはこの岸田に対してもう十分に認めて、すげえ強いと思いました。岸田に向かっていく、このライガーの姿、レスラーなら強い相手と戦いたい、これが本当、ライガーはそう話します。さあライガーが位置を決める、腕を取る、こういうじっくりしたグラウンドの展開から始まったタイトルマッチ、すごいカンパー、山崎さん、はい、ライガーがもうキャリアで積み重ねたあらゆるグラウンドテクニックを駆使していきますね。何気なくやってますけどね、
当にあの引き出しの多い、いろんな今までの経験の中からね、技をどん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 惜しみなく出していってますよ。そして手拍子が起こる。ファンは待っています。何人もの、いや何百人ものレスラーを釣り上げてきた。ロメロスペシャル決める。これが歴史を築いてきたライガーのロメロスペシャル。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。